この辺がオープニングに使われるわけですよ。さあ到着しましたぜ、ふもとっぱら。また来ちゃった、3週間ぶり。これさあ今日も平日なのにガンガンいます、キャンパー。やべえな。そしてうんこくさい。牛舎があんの。さあ入っていきます。入り口ゲート通過、ザ・ふもとっぱら。ちょっと違うでしょ、イメージ。違うわ、これのことですわ。これか、このガングル。入り口はこうやって、ドライブスルーなんだよ。帰りもドライブスルーなんだ、無人の。結構奥だね。 OK、 じゃあ結構行きます。今なんと椎名さんが言いました。後でちょっと、とりあえず。やべ、こっちの方初めてだ。結構端っこあたりに来たんだね。じゃあ真ん中じゃなくて。そうだね、端だね。茶色い、あ、あれかな、あの銀色の車かな、多分。多分そうだと思う。この一人佇んでる人が、ウェーイ、いた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 、ウェーイ、いたいたいた、やってますな。久しぶり。ちょっとどこに、ねえ。まあまあまあ、じゃあちょっと待って、一回降りよっか。あれだね、昨日全く見えなかった。これさ、渡郎さん、森高とクッシー、忘れちゃうと思うけど、何回も呼ぶので渡郎さんね、渡郎さんね、森高、クッシー、はいはい、でもう一人ね、あのなんか YouTube からの人は来れなくなっちゃったの。あ、じゃあ4人で、こんだけ OK です。いいでしょ、はい、コンパクトで。もう飲んでる。じゃあ渡郎さん、ウェルカムビアにちょっと付き合ってもらっていいですか。もう来て早々。はい、じゃあお疲れ様です。ありがとうございます。富士山バックでお疲れ様。あ、いいかな。お疲れ様です。ういただきます。ういクシーも、はい、ういあーヘトロマックスね、はい、めんどくさい、こういうのランプ。すっげえ。これもともとこの傘くっついてんの、これ。そうだよね、あ、そうだよね。こだわり派だからさ、すごいよ。だって今日もだってめんどくさいと言いつつあるでしょ、カメラ持ってきてるでしょ、すんごいの。もうちょっとね、今日いろいろこうさ、ライカとかさ、ライカはやばい、やばいでしょ、やばい。これもあれでしょ、また100万円コースのやつでしょ。コースだね、これ。あ、そうそう、ちょっとさ、あとね、ゆっくりギアについていろいろちょっと聞きたいなと。ギア好きだから、あのおじさん。間違いないよね、ガジェット好きのギア好きだから。ね、そう、あとでゆっくり。さあ今日実験したいことが一個あって、これ今これからテント立てるんですけど、このね、手前のところにペグぶっ刺してたら、実は一人で設営したりするときにめっちゃ立ちやすいんだよ。そんな実験していきます。これ行きます。大丈夫、やべえ、やっぱり予測通り立ち上げめっちゃ簡単だった。これ、ここに両サイドに
ペグを打っておく。これはポイントかもしれない。なぜメーカーはこれを教えてくれないんだろうっていうね。さあ設営終わったよ。設営今ねおしっこタイムです。ここのそこの便所はまだ行ったことないんで、綺麗かどうかがチェック。さあ、お綺麗だわ。さあこんな感じですよ。じゃん、バタローさんがラブ&フリーチャムスバージョンみたいなの作ってくれました。いただきました、ありがとう。すごいよね、見て、ちょっとかわいい、ほら超かわいいね。ねえ、ラブフリって書いてあるんだ。ラブフリって書いてあるんだよ。さすがっすね。ありがとうございます。デザインさんですか。はい、これ得意なのよ。マタロさん、エアクッション膨らむすのがあるらしい。どれ、じゃん、ね、どんな口かがわかんない。ちょっとそうでしょ、マニアだ、マニア。あ、本当だ本当だ、こんなにパンパンで寝たことないわ。こんな寝方してる。さあランチタイムはタープから飛び出してきました。おテント様の下でね。魚肉ソーセージ、5時間半ぐらい。よし、しゃぶしゃぶと、はい、しゃぶしゃぶとこっちがなんだっけ、燻製。燻製です。おい、すごいよ。さあ、しゃぶしゃぶ。これでできたよね。これ。で、キャベツ混ぜるとめっちゃうまいわけよ。ちょっと味がどうだろう。じゃあまずポン酢でいきまーす。ポン酢で。やば。めっちゃうめえ。このポン酢めっちゃうめえ。大正解。買ってよかった。どうすか。うめえよな。ちょっとこの肉トレードしてくれよ。1枚ちょっと。通るよね。あ、ありますあります、飛ばないやつが。見えない富士山ね。なんて言うんでしたっけそれ。名前は分かんないね。ドラフトトップ。ドラフトトップ。ただの缶ビールをアサヒスーパードライのあの缶ジョッキ缶状態にするという。あ、そういう、あ、中に折り込ませんの全部。いや、落としてもいいし出してもいいし、めんどくさい感じ。へえ。じゃあこうパカッと、こういう感じでした。本当はもうちょっと綺麗にやります。でもパカッといってるわ。確かにめんどくさいことするの好きですね、本当にね、もう。好きなのよ。変わってる、もう変わってる人、あの第一人者、変わってるでしょ。面白い。言ったらナイロン地なの。そうそう。だから燃えちゃうわけ。穴が。それをやっておくことによって、焚き火がガンガンできる。そう。この下で焚き火ができるから。そう。雨の中とかでも焚き火できると。普通のやつでこれやっちゃダメなんだ。そう、穴が開く恐れがある。これはこのままできるのよ。あ、そうなの。そう。なんで最初からあの綿が入ってるの。綿素材なの。そう、ポリコットン。濡れると乾きにくいとか。そうだから前回ね雨に濡れちゃったから結構いいね。まだあんの。カッパラウナ。おー、これがこっちがあんの。そんなもんもうんめっちゃうまい。え、ほんのりじゃなくてちゃんとついてます。何？うまい。よかった。うお。これはうまい。うん、うまい。おいしい。うん。じゃあ、うん。アシーナさんお疲れ様です。お疲れ様です。あのすいません。お世話になってます、いつも。ありがとうございます。ご無沙汰してます。お子さん今日ね、いないの。そうそう、ソロのそうグルキャン、グルキャンで
あ、どうもご無沙汰してます。そう、なんかあの友達たちばっかりで、ビジネスキャンプでしょ今日のは。ね、ちょっと違います。そうそう、先週末がビジネスキャンプで、なんか塾の人たちみんな社長たち連れて20人ぐらいで、雨降ったでしょ。雨降ってました。いやもうでも椎名さんに教わってからもうここも大好きになっちゃって、おかげさまでゴールゼロ買ってたね。買いました。もうだんだん買うもの分かってきた。ゴールゼロ売ってなくなっちゃったんですよ。あれだから意味不明にそんぐらいで買ったんですよ。椎名さんご一家YouTuber もうあのあのサラリーマン時代めっちゃあのお世話になったんで、南スポーツ時代にお疲れ様ですビール持ってきたんですけど、はい、あ、いいんですか、すいません、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。すいません、付き合っていただいて。テントもぶっ壊れたから新しいテント買わなきゃ。そうなんですよ、全圧のテントだったんですよ、今全圧ちょっと大きめのやつ出たから。そうなんですか、めっちゃいいですよ。また、はい、ありがとうございます。うん、おくし、ごめんね、遅くなった。あのさ、うん、薪のさ、何買おうとしたの？ステッカー薪袋詰め。そこでそれで買うのとどっちがお得なんだろう。あ、でも広葉樹の在庫を切らしておりますだからダメだろ。やめよう。そうだね、そこで買った方がいいよ、やっぱり。それで買った方がいい。これで2つぐらい買う。はい、大丈夫です。これはすごい、めっちゃずっしり。1個700円、800円、800円。はい、お、うん、はい、そこで今日は2束ゲットしました。いい、いい、はい、クッシーも巻き割り、そして、はい、渡郎さんも巻き割り、みんな巻き割り職人。そして森高は仕事中。そう、そういうこと、そういうこと。初巻き割り、5時か6時ぐらいになってきたらこの巻きが必須になってくるからね。寒いからね。昨日もどう、渡郎さん、やっぱり夕方になったら寒くなった？まあまあ寒かったです。でもそんな凍えることじゃなかった。あ、そうでもない、はい、でもやっぱり6時ぐらいになったら焚き火オンした方があったかいでしょね。硬いんだよね。さあ、さっき買った薪は全然燃えないんで、今ね、燃える薪を500円でつかみ取りでクッシーと買ってきた。そしたら多分これはもう一瞬で燃えらず、いつものスタイル。今日あの速攻燃える薪を種火のやつ、ま、忘れてきちゃった。よし、針葉樹だけだった、広葉樹だけだったら全然燃えなくて、今買ってきました。富士山が一番綺麗に映ってきた。固定していろんなアングル撮った方がいいんだ。この雲は、着火入ります。空気入れみたいなのまで使うの？まあそれが楽だからっていう話です。もう本当はなんかここにポンピングのあれがあったんですけど。うん、これな、燃料は何て言いましたっけ？燃料は、灯油です。だから、まあ、普通に普通に灯油か、石油ストーブと一緒。あ、それはいいっすね。はい、だからめっちゃ燃費は安いですね。そうやって空気を送って、
分数が関係あるの？なんか1分ぐらい温めるんですよね、この管を。へー、石油ストーブの匂いがしてきた。こんな感じです。うーん、明るいんだね。めっちゃ明るいです。おー、なるほど、めっちゃ明るいわ。なるほど。へえ、これすげえ。いいもん見たわ。楽しいです。楽しいね。スノーピーク。それもスノーピーク。オールスノーピークだね。まあそうですね。まあもうめんどくさいんで、それで揃えてるのが楽だな。これあれでしょ。めっちゃ重たいやつでしょ。めっちゃ重たい。焚き火台。はい。フルセットでめっちゃ重たい。そうだよね。それで僕やめたんだもん、買うの。その代わり死ぬほど頑丈です。あ、そう。そしてこの僕が真似をさせてもらったベアボーンズ、これね、渡郎さんからこれがいいって言われて、あれ僕も真似したわけ。実はね。これね、いろいろある LED の中でこれがいいと、そう、やっぱおすすめしてくれたから、したら間違いなかった。これ間違いなかったわ、やっぱり。そうですね。もう最強無敵に明るいし、なんか雰囲気出るもんね、これ。なんかいいですね、電気をしよう。そうだよね。確かにこのエジソンランプかけるこのペトロマックス、はい、これだけでもあった明るいね、めっちゃ多分。昨日はずっとペトロマックスだけで生きてたんで。ああ、そう。この子ご機嫌斜めでたまにつかない。そうなんだ。だからその保険として一応これは設けてる。なるほどね。だってさ、はい、これないでエジソン、これだけだったら明るいもんね。実際問題ね。そこそこ明るい。明るいよね、はい、僕だからね、いろんななんか他にもっとあったらいいなと思ったんだけど、もうそれで十分ですね。あれと本当に、僕はほらノーススターだけど、はい、あれだけで全然余裕。もう他のもんいらねえなみたいな。これね、これでも時間が短いんだよね。そうなんですね。そう、僕はそれでね、ちょっとどうしようかなって思ってまだゲットしてないの。でも明るいよね。明るいです、明るいです。でもまあね、こう3点で取らせた方が。そうだよね。それで僕はこれの代わりにゴールゼロをゲットしたわけ。ああ、はいはいはい。したらもうだから、でもね、あの中にゴールゼロいらないぐらい、やっぱりもう、もう十分です、ね、もう全然十分。なんか明かりもこれで一旦落ち着いたなみたいなね。ちょっと暗くなったらこれまた楽しみですよ、これね。また後で撮ろう、これ。楽しみ。こっちもこっちも。面白いよね、キャンプって。ギアを今日一番。ザ・富士山やっぱ違うんだ、イエティのクーラーボックスだって。あー、これね、めっちゃベタなやつ。うん、でもやっぱ違うんだ、これ全然。っていうか狭いんだね、これ中。狭いです。だこれで35リッターかな。ほんとだ、これじゃ全然入んないわ、うちだったら。だからこれは2ついるか3ついるか。そうだよね。とか、まあ、45リッターとか50リッターとかありますけど。やべえわ、やべえやべえ。クッシー、これからいろいろ買うためにこれ見せてもらった方がいいよ。あの結構すげえ最強クーラーボックスなんだけど、中超攻め。これこれこれ、イエティ。それはあえてスノーピークにしなかったんだ。ああ、そうですね、スノーピークの方が高かったんかな。へえー、あ、こんななってんだ。そうですね、ただこんだけ分厚いんで、うんうん、威力すごいんだ、はい、あとなんか、壊れにくいとかもあるのかな。へえ、この赤いとこまでゲージを上げて。この中全部石油入ってんの？はい、ここは石油です。これで何時間ぐらい持つの、これ。これ全然、9割ぐらい入れたら多分全然2晩とか持つんじゃない。そんなに持つんだ、すっげえな。すげえね。で、灯油って1リットルで買っても90何円。そうだよね、
確かにコスパいいね。コツがあって この辺のネジが移動中緩みに安いよとかっていうのがあるんですね。だからそれを絶対こう火をつける前に確かめてくださいみたいな、うん、締め直してくださいみたいなのがあって、それさえまあそこまでいいですよみたいなね。なるほどね。よし、じゃあ晩ご飯タイムに入りますよ。いいんじゃない。すごい、でっかい。でっかい。でかくなっちゃった。サクシー、サクのお好み焼きができてきた。サクシーサク、美味しいでしょうか。どうだろう。絶対美味しいよな。いただきます。よい。生だったら生って言ってね。あ、生ちょっと生大丈夫。面白いよ、ね、どういうこと。ちょっと食べてみよう。いやでも渡郎さんが作ってくれた鶏肉、よし、いただきます。これ味はついてんすか。やべえ、めっちゃうめえこれ。うまいわ。うん、いいね。これほんとマジであったかいうちにもらった方がいい。うまい。おはようございます。めちゃくちゃよく寝れました今回は。なんかね、久しぶりによく寝れました。キャンプでよかった。やっぱふもとっぱらは朝も気持ちいいっすね。これぐるーっと、ほい、じゃじゃん、めっちゃいい。コーヒーでも飲もうと思います。今朝の5時ぐらいです。フライシートも乾かします。めっちゃ天気いいからね今日は。もうあ、こっち側濡れてるわ。言っても見て、ほらほら、あ、本当だ。ほらすっげえ濡れてるわ。まだ向こう側パリッパリだったのに。うわ、今日はもうでもパリッパリに全部乾かして帰ろうかなみたいなね。うわ、すっげえ濡れてる。なんじゃこりゃ。もうシュラフとコットも今日はパリッパリに乾かして帰ります。そしてクッシーガンで、マジ大丈夫だろこれ。ねえ、ジュース買ってくるけど渡郎さんなんかいる？じゃあお茶で。オッケー、ちょっと喉乾いたね。ありがとうございます。Thank you.
収完了しました。じゃじゃん、もう渡郎さんもここで帰るんで、これにて今から神戸まで帰ります。何時間ですか？5時間半ぐらい。ということです。で東京も3時間3時間ぐらい。そう、じゃあ気をつけて。はい、ありがとうございます。また楽しかったです。よかったです。ありがとうございます。気をつけて。はい、じゃあ、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、どうもどうもありがとうございます。行こう。あ、どうも。あれ、椎名さんどっか行きました？あ、いらっしゃいます。あ、ありがとうございました。お先に。またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。また機会があったら、ぜひよろしくお願いします。いや、もう、はい、はい、夏はキャンプあんまり行かないんで。あ、本当ですか？わかりました。また秋タイミングを見てお願いします。どうもありがとうございます。失礼します。失礼します。帰ります。お先です。お、やべ、なんか渋滞しちゃってる。渋滞しちまってる。渋滞しちゃってる。うん、はい、撤収完了。ここからいつものようにお風呂屋さんに行きます。よいしょ。おー、イエーイ、到着。やべ、サウナとか買った今。やばい、サウナあるって。サウナじゃーん。さあ、お風呂完了。お昼ご飯じゃん。焼肉定食。はい、はい、クッシーのランチはカレーなんだけれど、富士山すごいね。富士山盛り。富士山盛り。 Thank you。